最終組でスタートをしていった小林のロングパット、1番ホールバーディーです。これでね、勢いつったと思いましたけどね、でも随所に彼女の良さは見られたという今大会です、7番宮田のティーショット、これも素晴らしかったですよね。もちろんバーディーです。11番ホールの木戸、10番、11番とね取り返してきましたもんね。木戸は今大会7位、今シーズンのベストフィニッシュということになりました。佐久間朱莉の13番、これも非常にいいショットでしたね、もう本当に初よりは近いんだろうなという彼女の充実したショットです。そして最終18番で見せてくれたのが小祝さくら、残り5試合となる今後大いに期待というプレーでした。